武田美優は日本のレースクイーン、女性モデル、東京都出身、イースマイル所属。愛称は美優氏。2015年からモデル、コンパニオンをスタートし、2016年の D1 グランプリパシフィック D1 ガールでレースクイーンデビュー。2017年イースマイルに所属し、2017年のスーパー GT で S ロードガールを務めたが、 シーズン途中で、バセドウ病を患い活動を辞退。その後1年のブランクを経て、撮影会で活動を再開し、2019年のスーパーフォーミュラで B、マックスレーシングガール及びスーパータイ Q で佐藤 SS ガールとしてレースクイーン復帰。2020年は、同じ事務所の小山桃の公認として、オールテックレディを務める。東京都出身。 一人っ子で母と二人暮らし。小さい頃クラシックバレエを習っていた。2017年、東京オートサロンにて、第48回サマーエンデュランス鈴鹿10時間耐久レース2019年8月23日から25日、鈴鹿サーキットサンソン・ケレールと共演、鈴木千尋と共演、南マリアと共演。AB、2017S、ロードガール、武田美優。 最強 RQ 図鑑、キューブロ、レースクイーン情報ポータルサイト、2020年5月8日閲覧。皆様へ、武田美優オフィシャルブログ、サイバーエージェント、2020年5月8日閲覧。お久しぶりです。武田美優オフィシャルブログ、サイバーエージェント、2020年5月8日閲覧。AB2019B マックスレーシングガール。 武田美優、最強 RQ 図鑑、キューブロ、レースクイーン情報ポータルサイト、2020年5月8日閲覧。AB、オールテックレディ2022、藤本真由と武田美優が就任。株式会社、オールテック。 h t t p s w w w u l t e c h c o j p p r e s r e l e s e 2 0 2 0 0 2 1 6 1 7 3 4 5 9 1 4 7 2 0 2 0年ご活用をかえつらん。ありがとうございます。